バルナウル市電は、ロシア連邦の都市、バルナウルに存在する路面電車。市内に大規模な路線網を有し、2020年、現在は、バルナウル市の単一企業体であるゴルエクトロトランスによる運営が行われている。バルナウルに路面電車を建設する計画は、ロシア帝国時代の1910年代にはすでに存在したものの、第一次世界大戦やロシア革命。 さらに1917年に勃発した大火災によって頓挫し、市内交通の輸送力不足が深刻化したソビート連邦時代の1941年にも再度建設への要望がバルナウル市側から提出されたもののこちらも第二次世界大戦によって遅れ、最終的に路面電車が開通したのは1948年11月7日となった。開通当初は、 レニングラードからの譲渡車両が導入されたが故障が相次ぎ、車庫も存在しない状況であったが、1949年に第一車庫が完成して、以降は路線及び利用者数の拡大が続き、1968年、1979年に、それぞれ車庫を増設する規模の路線網を有する規模となった。車両についても1960年代まで多数。 導入された二軸車に代わり、1970年代以降は、チェコスロバキアの k d タトラ製の大型ボギー車の大量導入が実施された。さらに、同年代には、バルナウルの人口増加を見据えた高速路線の建設計画も存在したが実現することはなかった。ソビエト連邦の崩壊後、バルナウル市電の運営を引き継いだゴルエレクトロトランス。 は2000年代以降路面電車の近代化を続けており、2009年には超低床電車の導入が実施されたほか、2019年からは非接触式 IC カードを用いた運賃の決済が始まっている。また、老朽化が進んだ線路や施設についても一部系統の運休を含めた大規模な更新工事が継続して行われている。その一方で財政面が、 長年の課題となっており、近く間を含めた延伸計画も本格的な実現に向けた動きにまでは至っていない。2020年現在、バルナウル市電には以下の系統が存在する。ただし一部系統については、路線回収の影響で同年現在運休している。運賃は、トロリーバスと共通で、現金支払いの場合は23ロシアルーブル、非接触式。 IC カードによる支払いの場合は21ルーブルとなる。2020年現在、バルナウル市電に在籍する営業用車両の形式は以下の通り。2009年以降は、ゴルエレクトロトランスの長期計画に基づき、超低床電車の導入や、既存の車両の更新工事、他との電車の譲渡が積極的に行われている。車庫は3カ所に存在するが、営業用車両は、 1> 第1車庫及び第3車庫に配置されており、残りの1箇所は事業用車両の配置や車両のメンテナンス用車庫として用いられている。下記の車両以外に胴体保存車両として二軸車の KH が1両、観光用車両として車内の改装工事が実施されたタトラ T6 バイトの SU が1両在籍する。ありがとうございます。